料理研究家の藤井めぐみです。今日ご紹介するお料理はオニオングラタンスープ。オニオングラタンスープというととっても手間と時間がかかるんですが、実はじっくり玉ねぎ炒めを冷蔵庫にストックしておくだけでとても手軽にできます。今日ご紹介したお料理はこちら、下ごしらえおかずに載っています。この中に載っているお料理は実際私がいつも冷蔵庫の中に作り置いているものばかりです。このストックがあるだけでいつでも美味しいお料理がすぐ作れます。ぜひご覧ください。